すする TV。ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日は呼ばれてきたんですけど、何でしょうか。すするさんはチルド麺ってすすりますか。ああ、チルド麺はあんまりすらないですね。やっぱ自分で作るのもまあ若干面倒だし、家で食べるんだったらもうお店行ってお店のラーメンをすりたいっていうのが一番大きいかも。なるほど。うん。本日はチルド麺の案件になっております。チルド麺大好きでーす。大好きです。チルド麺待ってました。いいよ。ということで日清さんが、はい、日清のチルド事業40周年を記念した。40周年すごいね。すごいよ。商品を出しておりまして、はい、まあもう本当に何言ってもいいぞって言われたので。マジで。はい。好き勝手言っていいんだ。とりあえず好き勝手言いましょうということで、その商品がまずこちらになっております。おお。まず好き勝手言っていいですか。はい。殺そう。なんでなんで。なんでなんで。とりあえずとりあえず。とりあえず言っとく。はい。とりあえず言ってます。新行列のできる店のラーメンということで。すごいね。チルド麺でこの宝箱みたいな。見たことですね、あんまりね。すごい形だな。すごい豪華ですよね、本当に。ね、ゴージャス感すげえあります、ね。はい。ということで、これが正直、売れねえんじゃねえかなって、僕は思っておりまして、値段2000円となっております。売れるかマジで。なんで出したの、まあ、?40 周年とはいえさ。とはいえだよね。2000円高いよね。え、これ、あ、2つ入ってるのか。一応2食で。あ、じゃあ1個あたり1000円ってこと ?1 個あたり1000円です。え、だって、お店で食べれちゃうからね、1000円だったら。そうなんですよね。うん、それを、チルド麺、ごときで。おい、マジか、おい。まあ、すするさんを持ってしてもやっぱ高いと。これ、いや、普通は高いって思うんじゃない？そうですよね。普通の感覚ね。うん。高いよ。まずクレーム一件入りました。西井さん。高いですよ、これは。クレーマーからちょっと言わせていただきますよ。高いです。うん、まあでもそういうね、みんながすすらなそうなものを、実際どうなんだってやるのが YouTuber なんで。まあまあそうですね、検証というか。ちょっと検証してみようという、今回企画になっておりますんで、はい、その高さに見合ったうまさがあるのかと。相当ハードル高いよ、1000円だから。そうだよね。さすがに。ということで、早速、この40周年ラーメン、ちょっと作りながら詳しく説明しますんで。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツゴーということで、こちら、まず2商品入っておりますんで、はいはいはい、広東風極厚チャーシュー麺と、四川風極濃担々麺となっておりますんで。なるほど、広東風極厚チャーシュー麺、はいはいはい。え、でもすごいね、この真ん中にドーンとこう分厚いチャーシューが乗るっていうスタイル。うん、と、この極濃担々麺。はい。やっぱこうなんか、高級感を高めていくと、やっぱこう、なんていうんですか、本場っぽい味になるのかな。なるほど。やっぱりね、なんか日本のラーメンってより、ちょっと本場中国の味っていう雰囲気があるね。うん、うん、うん。すごい、ブリタニカぐらいの、このなんか、サイズ感すごいですよ。ねということで、ちょっと出していただいて。はい。広東風極厚。おぉ、すげえわ。なんか高級感あるね、でも確かに。うん。ラーメン好きの心をくすぐってきますね、この雰囲気で。はい。こんな感じです。はい。そして、オープン。液体スープと、あ、これがその特大極厚チャーシュー。すげえな、マジ。いや、なんかね、パッケージ一つ一つにすごい気合が入ってる雰囲気はめちゃくちゃありますよ、これ。なるほど。うん。でも美味しくなきゃ意味ねえから。本当だからね。だからね、結局値段高いんだから、ほんと変なよ、マジで。いや、そんなわけで、まずはそのやっぱ特大極厚なんで、はい、そちらがやっぱ時間かかるっぽいので、なるほど。沸騰したお湯の中で4分から5分お温めくださいということで、はい、じゃあこれ優先して、はい、こちら4分5分となっております。はい。こちらを待ちながらで、麺の方は2分ぐらいなので、はいはい、ちょっといい感じの頃合いで麺を茹でていきましょうという感じになります。はい。そしてスープが後で液体スープお湯と混ぜるんですが、うん、こちらを先に温めておくと。はい。器に溜めたお湯につけて温めてからお使いくださいということなんで、丼温めつつって感じです。なるほど。さあ、そして、はい、麺の方ちょっと揚げてみてください。そうですね。まず開封して香りどうですか。おお、あ、結構熟成感のある麺の香りですけど。さあ、そして沸騰したお湯で、はい、麺を泳がせるようにね。そうですね。こちら2分ほどになっております。はい、2分。さあ、そして麺が茹で上がる前にもう丼でスープを用意しておくということで。そうですね。はい。こちらの液体スープ、これを 250ml のお湯で溶かしていただくと。はい、250ml ね。はい。おお、濃い色。ほえ、結構複雑な香りがしますね。もうね、全部入ってる。うん、いろいろ入ってます。ホタテ、昆布、椎茸とかそういう系。あ、すごい、よく分かったね。なんかそんな雰囲気がありますね、なんとなくですけど。中国醤油に、中国醤油、鶏肉、金華ハムの旨味、金華ハムとかもそうなんだ。XO ジャン、オイスターソース、はい、ホタテエキスなど、海鮮の旨味なども入ってると。あ、海鮮系の、それがやっぱ広東風ですからね。うん。ということで、麺の方もいい感じということで。はい。あんま派手にできないですけどね、いつも持ってやるんですけど。湯切り、切ってから切るってのが大事ですから、ね、あー、なるほどね。やります、この感じ。はい。さあ、こちらで溶いてもらって、うん、
はい、麺線揃え、はい、この上にチャーシューを乗せ、はい、あ、すごいな、でも本当に一気に芳醇なこの海鮮の香りが広がりますね。特大なんだっけ、特大極厚めっちゃ頭悪いな、ね、これだけ、これどうだろう、油ごといっちゃってるのかな、これいいんじゃないですか、いいのか、多分うまいでしょ、そんなの。確かに、これすごいわ、結構厚みあるよ、ほんとすごいね、見てください、これマジ汁気みたいな。これ油ごといってるの、うわすごい、あ、美味しそうだな、でも。というわけで、まずは広東風極厚チャーシュー麺、はい、完成でございます。いただきましょう。こちらが新行列のできる店のラーメン、広東風極厚チャーシュー麺です。おほう、濃厚な奥深い色をしたスープからは海鮮などの香りがぶわっと立ち込めており、ドレンと鎮座した極厚チャーシューもかなりの存在感。でもこれ本当に1000円の味がするんですかってことで、早速いただきます。で、まずはスープからいただいてもいいですか。どうぞ。うん、おお、うまいです。うん、うわ、すごい、めっちゃうまい。うん、なんか本格感がちょっと段違いです、これ。うん、なんか何味っていうのがなんか明確に存在するわけじゃなくて、うわ、すごい、いや、でもやっぱ海鮮系ですね、やっぱその魚介系のうまみがめっちゃせめぎ合ってくんだけど、まあ、スープがめちゃくちゃうまいです、これ、とにかく。うん、え、なんだこれ、マジですごいな、深いね、うまみが。うん、複雑なんだけど、これ残るね、この魚介の風味がね、めちゃくちゃ上品ですね。うん、じゃあ次は麺いってみます。いただきます。スースロー。うん、麺うまっ。これは確かに40年の気合めちゃくちゃ感じますね。うん、もう麺と一緒にすすった時のこの、はあ、鼻にこう抜けていくようなこの上品な魚介の香り、たまんない。え、うまい。うん、これは美味しいですね。うん、うん、わ、この麺の滑らかなるこのすすり心地と、あと食感もね、すごくいいですね。もちろん生麺茹でてるんで、そのお店の麺の味にすごい近づいてはくるんですけど、にしてもこの麺自体がうまいわ。うん、あ、やっぱこのスープともね、こう一体感ですね、これが素晴らしい。うん、うまい。そしてこの誰もが気になっているでしょう、このチャーシューね、めちゃくちゃ分厚い、本当にでかいですよ、これ相当分厚い。こんな、このチャーシューはね、相当原価かかってると思います、この分厚さだもん、本当。ちょっとじゃあいただきます。うん、うまっ。うん、肉うまっ。うん、うまい。あー、うまい。柔らかジューシーで、このパサ感もなく、肉の味しみもバッチリじゃない、ふわとろ柔らかチャーシュー。うん、うまい。うん、これは確かにクオリティ納得ですね。うん、本当に高級な味がしますね。ラーメンっていうより、この高級中華のメニューにありそうな、このラーメンって感じ。うん、ほんのりなんかとろみを帯びた、この上品な口当たりのスープ、ずっと飲みたくなる、これ。めっちゃ美味しかったです、本当に。よかったです。はい。そんな鶴さんに、はい。まあ、こちら2個入ってますんで。おう。こちらの四川風極濃担々麺の方も出来上がりましたんで。まさかの。よろしければぜひお願いします。家内連食出ますか、ね、はい、家内連食。店内連食になるんで。家で連食するっていうこのパターン。そうそうそう。はい、こちらも作り方はもう全く一緒なので、うん、発売させていただきますが。めちゃくちゃ香りいいよ、こっちはこっちでまた。うん。うん。フォアジャーとかもね、おお、後からかけるタイプなので。めっちゃ香るな。すごいわ今。うわ、すっげえ、めっちゃいい香りです。こちらが新行列のできる店のラーメン2杯目、四川風極濃担々麺です。ほわちゃー、クリーミーなスープとラー油のコントラストが本格的なビジュアルをしており、肉味噌のボリューム感もかなりのもの、刺激的な香りも漂ってきたぞってことで、早速いただきます。後掛けだね、このチーマージャンとこの肉味噌とかね。そうです、はい、あともう最初にこのホワジャの香りがね、すっごい華やかだったんですけど、おお、うまっ。おお、チーマージャンのおかげでね、結構クリーミーなんですけど、奥の方にこのしっかりラー油の辛さもある。うまっ。これはすごい、正直、本当にすごい、これ。うん。確かに値段は高いけど、値段に見合った感動がありますね、これ、ほんと。これ、すげえな、マジで。名曲です。うん。おお、あ、この肉味噌とホワジャオ絡んだらめっちゃうまい。やっぱチーマージャン結構いい味出してますね、これ。やっぱただで辛いだけじゃなくて、これマイルドな雰囲気もありつつ、ピリッと辛いっていう。で、ホワジャオが引き締めてくれるみたいな。うまい。あと、この肉味噌のボリューム感もすごいですね。
うん、そしてジューシーでめっちゃ美味しい。味付けもいいよ。やっぱ湯煎方式なんでね、この肉の美味しさがそのままこうダイレクトに感じられるのめっちゃいいかも。うん、うわ、担々麺ちょっとうますぎるなこれ。えいや、めっちゃうまい、ほんとに。どうぞ、白米とかね、あと半熟卵とかあったら一緒に食べたくなるぐらいの。めっちゃクオリティ高いスープだな、ほんと。うん。いや、今回のこのシリーズはちょっと大満足でしたね、これ。あら。どっちが好きとかあります？いや、もう、こうつつけがたいけど、でも、担々麺美味しかったな。うん。うん。なんか僕のその、好みの辛さと、この痺れ。ちょうどいい辛さと、このホワジャオがこう後からにピリッとくる感じ。もうスープが本当に美味しい。まあ、どっちも美味しいけどね、本当。うん。どんどん、肉味噌が一生出てくるんだよ。たっぷりでしたからね。そう、たっぷり入ってるね。ここがすごいよ、日清。いや、肉が多かったっす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回ね、新行列のできる店のラーメン、日清食品チルドさんの40周年のね、記念すべきメモリアルな商品いただいたんですけど。どうでした？最初高いって言ってましたけど。うん。高いですか？まあ、高いけど、でもクオリティは僕値段と見合ってる気しますよ。なるほど。うん。もう大満足です、ほんと。それこそ自分でチャーシューとか買ってトッピングしてっていう手間を考えたら、もうこれ1個で完成するラーメンなんで、まあ、手間とか考えたら全然なんか1000円でもいいのかなって僕は思いますけどね。それだけお金かかってる感をちゃんと感じ取れた。あ、もう味にめちゃくちゃ高級感ありますね、ほんと。極厚チャーシュー麺の何恥じぬ極厚さ。確かに相当熱かったもんな。極濃担々麺の何恥じぬ極濃さ。うん。ありました。広まってましたね、どちらもね。本当に。味がね、とにかく本当に本格派だったということだけはもうお伝えしていますのと。やっぱ高級な中華料理店とかで出される、お店で食べたらそれこそ2500円とか3000円とかするであろうラーメンの味って感じ。あ、そういうね、ラーメン屋っていうより本当高級中華の。あ、そう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 。なるほど。なんかあるじゃないですか。皿回して食べる感じのお店で、確かに。最後ちょっとラーメン食べるみたいな。ああ。ああいうラーメンで結構2500円とか したりするんだけど、そういうとこで食べるラーメンの味。あの、長島茂雄とかが吸ってた。水道橋のね。ああいうラーメンね。はい、あ、そうですね。そういったお店の、あの、味わいがすごい感じられる。なるほど、うん。というわけで、こちらの商品の詳細などはもう全て概要欄に記載させていただいております。ぜひぜひそちらをご覧いただきまして、日清食品チルドさんの40周年の気合をね、ぜひぜひ感じ取っていただければと思います。これからもね、日清食品チルドさんのこういった尖った商品、楽しみにしておりますので、ぜひぜひまたお手合わせよろしくお願いいたします。40周年、本当におめでとうございました。何目線なのすげえ強者感あったけどね。なんかね。お手間すぎたんですよ。誰なんてお前は。本当に。いや、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。とりあえずどんな商品なのか見てやろうぜ。さらしゃけだ使うのかこれ使わねえだろ、それ。なんだこれ。